田中正弘さん、なんかずっと上から目線。とにかく期待をかけてもらって、やりがいを感じるところでやりたいというのが一番です。求められる場所で期待を背負ってマウンドに上がる、それこそが田中が貫いてきた思いだ。だからこそ新たな居場所を求めた。全球団、いや、いらないです。事実上の解雇なのになんで上から目線なんだ。メキシコリーグ行き決まったな。なんかずっと上からだね。独立行くのか、行ったら本物やな。台湾とかどう、もてはやしてくれるやろ。金額で動いたわけではない。思い出していただきたい。つまり先発ローテ確約やろ。アホユやな。安楽と一緒にメキシコ制覇とかやりたがいしかないやろ。年俸1億以上かつチヤホヤしてくれる球団じゃないとやだやだやだ。200勝したいです。で、素直に言った方が取ってもらえるん違うの。モンキーズよ、今なら台湾野球界発展のために力を貸してくださいで口説き落とせるかもしれんぞ。安楽がメキシコで手招きしとるわ。ももクロ歌合戦からもお断りされたのかわいそう。じゃ、3000万で中日でやってくれるのか。安楽、うれ、出待ってるで。ご視聴ありがとうございました。